青甲羅の使者、到着したわよ。やっほー、毎度ごひいきに。長老に言われて代表で来ました。ソロバン、久しぶりだね。一緒に戦えて嬉しいよ。では、わしから一つ提案させてもらってよいか。呼びつけてすまんな。こたびの作戦はすでに聞き及んでいると思うが、それにあたってそなたら青甲羅に相談がある。まじないの類でも道具を使ってでもいい。そなたらは水中から土間城の城壁を崩せるか。できなくもないよ。水雷を仕入れてオイラたちの術も合わせれば、おそらくドッカーンと。よし、ではその準備を頼む。現状の作戦を一つだけ変更したい。青甲羅は海賊衆と別行動だ。作戦開始に合わせ無二湖を遡り、上流側の城壁を爆破。土間城を水没させてくれ。待たれよ。今は敵陣なれど、土間城は取り戻すべき祖国の象徴。
それを水に沈めるとは何故にござるか。無論勝つためだ。水攻めがなれば城内にいる敵戦力の大半を一掃できる。夜露の逃げ場も天守閣の上部に限定される。本当によろしいのか。城に格別な思いがあったのは誰よりも若と父上でござろう。ドマとは城にあらず。民が生きれば城などまた建て直せよう。ゆえに今は民と共にこの戦を勝ち残ることのみ考えよ。わしらの国が何かを失うのはこれで最後だ。ヒエン殿、あなたのお覚悟しかと受け止めました。私には何の異論もありません。勝ちましょう。何としても必ず。おいらも了解だ。あんたたちの決意にきっちり応えようじゃないか。長老に伝えて早速準備するよ。皆のおかげで戦の準備はおおよそ整った。青甲羅からの報を待って作戦を決行とする。各自最後の仕上げを頼んだぞ。まだ起きてたんだね。私は村のみんなに追い出されたとこ。一番暴れなきゃいけないんだから早く寝ろってさ。明日は決戦になりそうだね。緊張してるけどどこかで流行ってる自分もいて、
なんだか不思議な気持ちだよ。変わる予感っていうのかな。戦いが終わった時、私たちは何を得て何を失ってるんだろう。私、力いっぱい戦うから、この旅で知ったことや思ったこと全部を込めて一秒一秒を戦い抜くんだ。それじゃあ先に寝るね。あなたも無理しちゃダメだよ。そうだ、あなたが寝るときにでもアルフィノたちに声をかけてあげて。今はまだそっとしておいた方が良さそうだからさ。お、そなたもまだ起きておったか。どうだ、こっちで一杯。ちょうどいい。お主にも注意を促さねばと思っておったところでござる。こら、豪雪やめておけ。まったく、酔ったそなたは説教臭くてかなわん。明日のことは皆で十二分に話しただろうに。土間城の水攻めもいい加減に腹をくくったらどうだ。無論男に二言はござらん。ただいよいよ決戦かと思えば、これまでの苦労が思い出され、あれやこれやと口を出さずにはおられんのです。拙者は侍大将という大層なお役目を頂戴しながら、この人生において二度も大きな失態を犯したのでござる。一度目は25年前、力及ばず帝国に敗れ、主君を幽閉の浮き目に合わせたこと。拙者も監獄につながれ、死して詫びることばかり考えておった。しかし海燕様はやっと許された面会の機会に、あろうことか拙者を呼んだのでござる。そして生まれてくる息子春坊のために生きよと命じられた。さようでありながら、拙者は二度目の失態を犯した。先の反乱で海燕様を討たれ、お守りすると誓った飛燕様さえなくしかけたのだ。まっこと拙者ばかりがおめおめと生きながらえ、なんと厚顔無恥であろうか。お二人の皆のおかげで、かような不忠者の拙者もこうして再び大義のための出陣と相なった。かたじけない、まことかたじけない。たわけ、泣くのが早いわ。涙というのは、喜ぶにせよ悲しむにせよ、結果という行き止まりが見えてこそこぼれるものだ。
わしらはまだ道半ば。終わりを察するには早すぎる。しかるうちはお互いただ笑っていよう。しかしそなたらのおかげでここに至れたというのにはわしも同感だ。この恩返しはいずれ必ず。まずは明日そなたの力を存分に貸してくれ。夕霧もいつまでそこに突っ立っておる。眠らんのならおれ、そなたも付き合え。申し訳ございません。立ち聞きなどぶしつけな真似をいたしました。主命とあらば慎んで。